はい、伊藤専門ナースの藤田です。今日は、お買い求めいただいた氷のバラを、植え替えてみましょう。氷のバラ、お買い求めいただいた時には、しっかり根が張ってあると思います。これはすごく根が強いので、しっかりとやっています。今日鉢ですけど、まあ、用意するものは、まあ、ハサミと、移植ごてみたいな土を入れる、あと根の土をしっかり押さえるために入れていくための棒、鉢底ね、あと根をかいたりする、何十個ないか分かんないけど、こんなもの、あとは、まあ、あの鉢上げするための鉢増しするための鉢ですね。だいたい鯉のバラ、これ 4.5 号なんですけど、4.5 号だと、まあ、7号ぐらいでいいのかなと思うので、まあ、7号、まあ、これも7号なんですけど、まあ、素焼き鉢と、プラスチック鉢というのがありますけど、私おすすめは、素焼き鉢です。根鉢から作る空気通しです、ささっと植え替えてみましょう。で、用意する土ですけど、花の土と、ボラ土と、苗土を、ミックスしました。基本、まあ、花の土が3でしたら、苗土が2、ボラ土が1というような形でミックスしています。まあ、そういった土、排水のいい土を使うっていうことと、非常に肥えた土を使うということが重要です。さて、植え替えましょうね。鉢底ネットいきます。位置決めましょう。ね、まずは、位置を決めるんですけど、まず先にこれか。まず鉢抜いてみて、まず病気等ないかよく見て、葉っぱ、傷んでる葉っぱが取り除いてください。で、傷んでる根っこあれば取り除いてください。そして少ししっかり根が回ってると思うので、少し、根をほぐしたりというか、底のところをね、少しこう手でももちろんいいし、こういう道具使って少しほぐしていただければ根の走りが少し早いかなと思います。また特にほぐすこともないと思います。とにかく病気なんかちょっと取って清潔にしてから植えるのが清潔にしてから植えましょう。次1ですね。1ですけど、例えば、はい、この位置だと深すぎます、はい、この位置だと高すぎます。ちょうどいい位置というのは、鉢の面から、そうですね、2センチぐらい、私ちょっと高めが好きなのでたっぷり土を入れてちょっと高めに入れてあげましょう、ね、これだとちょっと低い、少しもう少し土をで、位置を決めて土を入れます。ではね、ちょっと水たっぷり含んでいる方がいいと思います。たっぷり含んだ土、水をね、たっぷり含んだ土を入れて、そしてときね、今だと、まあ、11月から、3月、4月ぐらいまで十分花ついてるんで、そのまま花つけたまま植え替えて全然問題ないので、ね、して
けてください。しばらくあのお水の中でオケにつけておいておくというのは30分ぐらいつけたぐらいでいいかも。たっぷりと水をたっぷり水です。はい、以上クリスマスです。ベータです。パッタンです。やってください。